おはようございます。5月11日6時5分の相場解説になります。今日はですね、月曜日ですね。月曜日ということは、今日は何があるかと言いますと、22時から FX ですね、 FX のズームライブがございますんで、よろしかったらご参加ください。まあメンバー決まってますね。メンバーは決まっておりまして、4名の方と私ということになっております。そして、ちょっと今日のお申し込みはできませんので、すでに締め切ったということでご理解ください。で、週足を見ていますけども、週足が上か下かに向かうかってことなんですけども、これは私はね、下の目線に向かっていると思います。まあ、この線に順次ですね、ここに引っかかってるかなってことですけどもね、まあ、下の方に向かってるかなというところでございます。で、次が、日足なんですけども、日足もやっぱり下の方に向かってますね。このアリゲーターラインが下に向かってぐわっと広がっているところと、ここの線も下に向かっている。で、この辺から下の方に向かっているということで、これが上に向かっているという判定はなかなかできないと思いますけどもね。で、次です。4時間。この辺からちょっとね、分かりにくくなってきます。下に向かっているんですよ、全体的にはね。全体的にはこういうふうに下に向かっていますね。ただ、こう来て、下に下がった上で、N を描いて、下に行くのかなと思ったら、行かずにですね、上突き抜けましたね、ゾーンの上に。突き抜けました。ところが、今回窓を開けて、ここに、まあ、日足では値動きがあるわけですね。で、1時間の方見てみますと、こういう風になってます。上昇ですよ。もう、1時間は上に向かっていると。で、この陰線から、すっ飛んで、こちらから始まってますけども、私はここで、買いの方に向かうと思ってるんですよね。ただ今まで見たように、上位足っていうのは全てね、売りの方に向かってるんですよ。4時間も、デイリーも、ウィークリーも。まあ、ですんで、こういうふうな上位足が、売りの方に向かってる中で、瞬間的な買いの波動が1時間で起きているっていうふうに捉えた方がいいですよね。ということはどういうことかっていうと、こういうふうに下がってきて、ここが下支えになっているんだけども、これがね、後々ですよ。将来的に、こういう風な流れに向かっていく。うん、そして、ネックラインを越えて、N を大きく書いて、4時間で示しましょうか。N を大きく書いて、こんな感じでね、こうネックラインを越えて、下の方に行くんではなかろうかっていうのが全体像です。ただ、まあ、瞬間的に1時間の方では、買いで取っていく戦略を立てた方がいいかなと思うんですよね。まあ、気になるのはこのゾーンですよね。ゾーンがあるんで、1時間にも一回戻りますけども、1時間に戻ったところでね、ここに押されて、ここで跳ね返るんではないかなというふうな気もするわけですよ。ということなんで、少なくとも、ここ。で、ここですね。このゾーンを超えるかどうかをしっかりと見ていくことによって、売りか買いの戦略を立っていこうかと思います。チャートバーで言うとですね、あとね、何本かしないと、ここは当たらないと思うんで、ね、ここに。まあですね、午前中は少なくとも、まあ、剣と言いますかね、見ているってことになりますね。まあ本日は以上です。まあ一応これ書いておきましょうか。週足が、上目線です。デイリーが上です。4時間が上です。1時間が下という風に見えますんで、すぐに入るんだったら、いやーこれ逆だな。すいません。すいませんでした。こうでした。ウィークリーが、何ですかこれは。下に行って、デイリーが下に行って、4時間も下。1時間だけが上目線ですね。まあですね、全体的には下に押し下げられる、力が強いわけですよ。1時間が瞬間的に上の方に跳ねているってことですよね。まあそうなると当然ですけども、15分っていうのもね、全体的には上に向かっているふうに想像できるということでございます。うん、午前中はちょっと見てですね、なんですか、このゾーンを超えるかどうかってところを注視していこうかと思います。まあ以上です。